こんにちは、ライトストリームのコアです。今回は頭を使いすぎて気持ちが疲れてしまった時、そんな時に疲れを癒してリフレッシュする簡単な方法をお伝えします。これには一つだけものを使うんですけれども、それは何かと言いますと、これです。保冷剤、アイスの保冷剤ですね。これをよく冷えたものを頭に当てるんですね。頭に当てるだけ。頭に当てて頭を冷やすんです。それだけです。考えすぎたり悩みすぎたりして気が疲れてしまうときというのは、頭を使いすぎているということでもあります。ですから文字通り頭を冷やしてリフレッシュさせるんです。これはね、何かクリエイティブなお仕事をされている方にもね、おすすめな方法です。このまま頭に当ててもいいんですけれども、何かでタオルなどに巻いて使っても良いですし、ご自分の心地よい方法で試されるといいかと思います。なんならこのまま氷枕のようにして少しね、休憩がてらお昼寝をしてしまうのも良いと思います。頭がひんやりとして気持ちよく、疲れも癒してリフレッシュして、またリセットできる、そういうきっかけにもなりますので、とても良いと思います。保冷剤の大きさはこういった小さなものでも構わないんですけれども、まあある程度大きさはあった方が使い勝手はいいですので、もしも大きいのがないよという方は、この機会に一つご用意されるのもいいのではないでしょうか。100円ショップやホームセンターでもお安く売られていたりもしますしね。暑い時期にはそれこそ氷枕のようにすることもできますし、重宝するので便利だと思います。今回は頭の疲れを癒して手軽にリフレッシュする方法をお伝えしました。ありがとうございました。それではまた。